永遠の宝、エルカンターレの世界観、大川隆法。前書き。本書はまさにその署名のごとく、永遠の宝そのものです。かつて解かれたこともなく、これからも解かれることのない久遠の真理を、一冊の書物に理論的形で凝縮したものです。人生の真理を網羅した法の巨大な体系、数千年以上の視野をもって諸如来諸菩薩たちの活躍を語る時間論、そしてこの世を去った実在界の次元構造を明確に説明し尽くす空間論、この3本の柱がエルカンターレの法を特徴づけるものです。本書は太陽の法、括弧法体系、黄金の法、括弧時間論に続いて空間論を開示し、基本三法を完結する目的で書き下ろしたものです。これでエルカンターレの法の輪郭が見えてきたことでしょう。今、永遠の神秘が明かされました。伝説と神話のベールに覆われていた地球系霊団の最高の秘密が明らかにされたのです。世界全宗教の統合、彫刻の悲願を掲げて本書を世に送り出します。1997年7月、幸福の科学総裁、大川隆法。永遠の法目次。前書き。第一章、四次元の世界。1、あの世とこの世。2、死後の世界。3、肉体の記憶。4、天使の活躍。5、新しい出発。6、霊の本質。7、未知なるもの。8、永遠の生命。9、過去世の記憶。10、進化への道。第2章、五次元の世界。1、善なる世界へ。2、精神の目覚め。3、魂の喜び。4、光は流れる。5、愛の感情。6、悲しみと苦しみ。7、魂の糧。8、光あるものよ。9、高貴さについて。10、導きの時。第3章、6次元の世界。1、進化の本道。2、神を知る。3、悟りへの海底。4、光の海。5、永遠の旅人。6、ダイヤモンドの原石。7、政治の本質。8、圧倒的な力。9、迫力ある言葉。10、そして愛の世界へ。第4章、7次元の世界。1、愛は溢れる。2、愛の働き。3、愛の力学。4、永遠の愛。5、他がために愛するのか。6、救いの本質。7、偉人の生涯。8、仏の心の体現者として。9、魂の違い。
10、愛を超えるもの。第5章、8次元の世界。1、如来とは何か。2、光の性質。3、空間の本質。4、永遠の時間。5、人類の道標。6、法とは何か。7、慈悲とは何か。8、如来の機能。9、仏を語る。10、完成への道。第6章、9次元の世界。1、ベールの向こう側。2、神秘の世界。3、9次元霊の素顔。4、宗教の本質。5、七色のプリズム光。6、釈迦の働き。7、イエスの働き。8、孔子の働き。9、モーセの働き。10、そして惑星意識の世界へ。後書き。後書き。10年前、本書の初版本を世に出して以来、幸福の科学は奇跡の大躍進を果たしました。宗教としての発展の原動力は、法のスケールの大きさにあったと私は考えています。それは本書が真実の書であり、絶対的真理、真如から伝えられたものであることの証明であると同時に、それを伝えている私自身が真理の体現者であることの証明でもあります。本書がまさしく永遠の法であることは、今後幸福の科学的仏法真理がいかに幅広く受け入れられるか、そしていかに長く後世に伝えられるかによって証明されることでしょう。そして心の目が開けた者にとっては、本書が9次元世界の根源に位置する者にしか解けない教えであることが理解されることでしょう。禅の悟りが庭の築山だとするなら、本書に説かれている悟りは優にエベレスト山を超える高さを示しています。本書は人類の秘宝であり、エルカンターレから現代人類に送る最大の慈悲でもあります。1997年7月、幸福の科学総裁、大川隆法。